はい、昆虫隊長八朔です。今回はね、こちらのもうすでにプリティなお尻が映っていらっしゃる、あ、ごめんなさい、ちょっと痴漢してます今。お尻を触るというね、痴漢行為をしています。今回はね、こちらの、あ、ごめんなさい、すいません、はい、すいません。今回はね、こちらのクラメルツノガエルのアプリコットですね。名前はポンカンって言います。この子ね、あんま動画登場してなかったので、まぁ、今回はね、ちょっと撮影に協力していただこうかなというところで、それでは早速やっていきましょう。はい、この子ね、性別はオスですね。っていうのもね、鳴くんですよ。で、あの、ツノガエルの鳴き声って聞いたことありますか？あの、なんか YouTube とかで結構ツノガエルの鳴き声って検索すると出てくるんですけど、ただね、その大概が威嚇音なんですよね。なんかその威嚇音と鳴き声をなんかごっちゃにしている感じがしていて、まあなんか威嚇音も鳴き声っちゃ鳴き声なのかな。でもなんかツノガエルって威嚇するときってちょっとここのね、お腹を膨らませて鳴くんですよ。あ、今の声聞こえました？今のがね、ちょっとやめてっていう声ですね。威嚇音って言うんですけど、あの、ここのね、お腹の部分を膨らませて威嚇するんですけど、それをね、どうやらなんか、まあ、鳴き声、鳴いた可愛いみたいな感じで捉えてる人がいると思うんですけど、なんか実はね、それはね、あの、やめてっていう合図だったりするんですよね。この子がね、鳴いてる時の映像があるんですけど、それがね、こちらです。はい、これはオスがメスに求愛するときかなに、鳴く鳴き声なんですけど、全然違いますよね。なんかすごいね、高い声で鳴くんですよ。結構ね、音量があってうるさいんですよね。で、たまにね、なんだろう、なんか人間が前にね立つだけでニャーみたいな、なんか猫みたいな鳴き声を、威嚇音かをするツノガエルがいるんですけど、まあそれはまあなんかその本能というか、まだ慣れてないからしょうがないのであって、例えばなんかこうね、さっきみたいにこうわざとね、こう怒らせて、なんかそれでその威嚇音をなんか泣いた可愛いみたいな感じで、そういうなんかそういう動画もね、たまに見られたりするんですけど、まあなんかそれはなんかいかがなものかなとか思っていたり思っていなかったりしています。 YouTube の動画見てもらえると分かるんですけど、基本的にね、触ってる時に鳴いてるっていうか音を出しているツノガエルの方が多くて、ツノガエルの方っていうかツノガエルが多くてね、なんかいや、それ鳴き声じゃなくて威嚇音なんじゃというふうに思うわけですね。で、今回ね、それをちょっとなんか気になったので、まあ動画にしてみたんですけど、まあにしてもうちの子はその威嚇の方ですね、しないんですよ全然。なんか本当に泣くって、この子だけで、夜中にピーピー泣くのはこの子だけで。どうしたどうしたどうした、あ、ちょっと待ってください、ちょっとお客様すいません。夜中にね、この子だけ泣くんですけど、この子以外は泣かないし、威嚇もね、あんまりされないですね。まあなんか多分そんな触ってないからだと思うんですけど、怒られたことがあんまりないっていう。なんか持つ時もこうやって下の方からね、こうやってすくい上げるようにして持つんで、なんかこれに関しては別に威嚇も何もないんですよね。こう上からね、掴もうとするとお腹膨らませて怒ったりするんですけど、ごめんね。あとこうやってつっついたりするとね、怒ったりするんですけど、餌やりとかメンテナンスの時ぐらいじゃないと干渉する時間もあまりないので、すごくできた子です。プリティーなおケツ見せてね。まあそういう感じで、鳴き声とね、ちょっと威嚇音の違いについての動画になりました。なんかね、ツノガエル鳴き声って YouTube で検索すると8割型、威嚇だったりしますね。はい、ちょっとね、まあ調べるか調べないかはお任せしますが、まあそのね、ちょっと違いを知っていただけたらなっていうふうに思います。あ、登っちゃったね、ごめんね。
今後もつながりの動画とか出していけたらと思いますので、気になる方はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもね、たくさん、レゴパだったりコーンスネークだったり魚とか虫とかいろいろな動画上げていますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。じゃあポンちゃん、今日はありがとうね。ポンちゃんなかなか正面、そうだ、正面向かないよね。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。